どうも、ラッパーのクルーズです。この度は3月11日、こういうことがあって皆さん大変な思いをしていると思います。もちろん被災地の 方々だけではなくて、日本全体こういう問題を抱えてみんな頑張ってると思います。僕たちもこういう、子供オペレーションというこういう行動を起こしたりとか、もちろん被災地のことを忘れてはいないので、皆さん頑張っていきましょう。クルーズでした。